みなさんこんにちは。今回は間違い探しです。左右の絵から3箇所の違うところを70秒以内で探してください。それでは全6問スタートです。1問目です。診察中のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出します。人に一つずつあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。間違い箇所をこうして一気に表示します。テンポよくいきましょう。それでは次の問題です。2問目です。シェフのおすすめメニューのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出しますよ。一人に一つずつあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。スカーフと制服、帽子が違っていましたね。3問目です。骨のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出します。上半分に2つありますよ。
終了です。答え合わせです。違うところはこの3つでした。間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われていますよ。4問目です。デスクワークのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。左半分に一つあります。終了です。答え合わせです。違うところはこの3つでした。時間内にすべて見つけることができましたか？5問目です。食事を終えた男性のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。男性にはありませんよ。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。椅子とお水とフォークが変わっていましたね。健康的に食事をするのは腹8分目と言われていますね。6問目です。漫才のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。漫才師に一つありますよ。
終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。とても面白い漫才のようですね。笑うことは健康にもつながり、幸福感が持て免疫もアップしますよ。それでは最後におまけ問題を出題します。3箇所の間違いを30秒で探してください。それではスタートです。終了です。答えが分かった方はコメントしてくださいね。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。間違い探しは知の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布しています。ホームページをチェックしてくださいね。コメントと高評価をお待ちしています。チャンネル登録もお忘れなく。